それまで一人で生きてきた私に次々と素敵な出会いが訪れ、いつの間にか家族ができていた。いただきます。今日はいいお天気ですね。ふらりとお出かけしたいです。森の近くにこんな場所があったなんて。ファルファとシャルシャのためにスイーツを作ってみようと思って。皆さん、徳積んでますか？これほどまでに胸が高鳴ったことはない。ご主人様、もう一度チャレンジです。私、これからもずっとこの世界で暮らしたいです。この家でいつも楽しく穏やかに過ごせるのはアズサ様のおかげです。アンデッドを探しておる。私やりました。姉さん、死んでるのに殺されてもいいんですか？あれ、これってどこかで。我のターン、稲妻の精霊で攻撃。もっと探検したい。とにかく何でもいいからスイーツ作ってしゃべれ。今、なんて。今度は何？負けだな、最悪。本を貸してでも手に入れようとはせさんじました。エルフの直感がビンビン言ってます。我慢してあげるわよ。家族と仲良くすること、たまの喧嘩はいいけど、ちゃんと仲直りすること。テレビアニメスライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。その2、2025年4月放送開始。